ブルーで乾杯。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りします。さあ今回は佐土原町にありますこちらお酒と炎の小料理屋六門をご紹介します。和のテイストが広がる落ち着いた雰囲気の店内、カウンターとテーブル席、そしてお座敷の個室もあって、お子様連れでも安心して楽しめるお店です。今回ご紹介くださるのは宮崎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらはどんなお店なんですか？はい、焼き料理は備長炭を使った炎の力で美味しさを引き出すことを追求しています。また魚料理は洲本敷地抜きを施して畜生したお魚を提供しております。どの料理も器までこだわり抜いた味をお楽しみいただけると思います。ではそんな中でもおすすめのメニューをご紹介ください。はい、こちら佐土原ナスの田楽です。わ、彩りも綺麗ですね。地元の美味しい食材を味わっていただきたいという思いを込めた一品です。やっぱり結構大きいですね。はい、うん、この佐土原ナスがとろっとした食感で、はいはい、またそこからじゅわっとお豆が出てくるんですよね。はい、これ一度ナスを揚げてるのですごく香ばしい感じがして、またこのトッピングされてるエビとのコントラストもいいですね。ありがとうございます。お酒と炎の小料理屋六門のこびきブルーに合う一品は何でしょう？はい、白島鯛の昆布締めです。これはまたもう芸術品のようですね。はい、白ごま入りの餌で育った真鯛で、臭みもなく洲本敷地抜きで血抜きされたものです。うん、これはまた味わいが深いですね。はい、この昆布の旨味と香りが合わさって、はいはい、またすごくこの白寿真鯛の美味しさが引き立ってますね。はい、ではではここでソーダ割りいただきます。うん、美味しいですね。はい、お刺身とすっきりとしたこびきブルーとよく合うと思います。これはまた味わい深い組み合わせです。今回ご紹介したお酒と炎の小料理屋六門のこだわりが詰まったお料理の数々、ぜひ皆さんも楽しんでみてください。それでは宮崎さんもご一緒に、今夜もブルーで乾杯。乾杯。お酒と炎の小料理屋六門で使えるお食事券3000円分を抽選で5名の方にプレゼント。詳しくは番組ホームページまたは MRT アプリをご覧ください。お店の場所は宮崎太陽銀行佐土原支店近く、こちらののれんが目印です。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りしました。